そうですねあのいつもこのスタジオとあのおうちのセットで、あのー、撮影してるんですけれどもなんかここに来るとあパピコだなっていう気がして、あのー、すごく一軒家なのでなんかこうスタジオとかで撮るよりもリラックスした雰囲気で撮れるのですごく楽しく撮影できます。でも今回はちょっっととまたた変わった衣装と、あのー お話なのでどんなふうにななににるのかなと楽しみにしみていますリフレッシュの方法はあのもうねやっぱり暖かくなってきたので今は外に行って公園でのんびりお茶したりとかあとはあの自転車に乗ってこうさーっと。 坂を降り,たりとか,なんかこう風を浴びながらあ気持ちいいなって思ったりあとこう香りを嗅ぐことが好きなのでアロマだったりあとんだろうなあとはね食べることが好きなので美味しいものを食べにその土地に行くというかそういうプチ旅行みたいなことをしたりしてます。 すごくあのスタイリストさんもメイクさんも皆さんこう頑張って作ってくださっているのできっとインパクトのある CM になるんじゃないかなと思いますしちっちゃい子からあの大人の方まで楽しめるおいしい商品なのでぜひぜひあのみんなに食べてもらえるようになりたいなと思います。